はい、本当です。今回ですけども、今回の動画はね、急な報告になりますが、僕、大学を辞めました。拍手なのかな？拍手かわかんないけど。はい。というね、まあ、急な報告になるんですけど、僕ね、現役大学生ということで、動画内で言ったりしてたと思うんですけど、そんなね、僕ですが、今回、大学をね、辞めてきました。はい。というね、4月の初めということで、みんな学年が上がってって、人によってはね、環境が変わったりする人もいると思うんですけど、この動画をね、出すタイミング的にもバッチリかなと思うんで、このタイミングでね、出したんですけど、僕ね、大学を辞めたということで、ちょっとね、まあ、今回の動画は、一回原点に戻って、前までね、僕も大学生だったんで、その大学に行くルーティンというか、そのもう一回大学に行ってみようということで、今から支度して着替えて、今寝巻きなんで起きた状態なんで着替えてね、もう一回大学にね行って、ちょっと話しながら、そういったね、今回はもう一回大学に行ってみようということでね、こういう動画になっております。そのね、前までの僕の大学のルーティンということで、僕がね、その大学に行くまでのそのやってたこととかもちょっと思い出しながらやっていこうかなというふうにも思うんで、ぜひねそちらも楽しく見てもらいたいなと思います。この動画はね、しっかり全部最後まで見てほしいです。ところどころでね、重要なところも言ってるんで最後まで見てほしいなと思います。はい、ということでね、早速まずね、大学に行くために着替えるって、今日のコーデということで、まあ大学に行く時のね、コーデみたいな感じで着替えて、そのコーデをね紹介してから、もう一回ね大学に行こうかなって思います。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、ということで今日はね、こちらのコーデで大学に行こうかなって思います。まあ近くで見るとこんな感じかな。全身黒ですね。さっきね、ちょっと外出てみて、やたらいつもよりちょっと暑っと思ったんですね。今夕方ぐらいなんですけど、結構暑いなと思ったんで半袖にしました。でもね、ちょっと上にベスト着てるって感じで、どうでしょうか。この MA1 のベストに半袖で黒で、下もこのね、リーバイスのフレアデニムも着て、でスニーカーを白にして、黒と白のシンプルな色を使ったコーデかなと思います。はい、でね、こういうねブレスレットとかつけて、これはね、ヒステリックグラマーのブレスレットなんですけど、これ結構ね僕愛用してるんですよ。多分動画で出てこなかったでしょ。そう、動画で出てこなかったね理由は、もうとにかくなんか僕のとりあえずコーデを紹介しようかなっていう風に思ってた。でちょっとリングとかそういうのはつけてないんですけど、ちょっとね今日から一新してね、つけようかなと思って、ちょっとねもう使ったような感じのね痕跡があったりして、でね、本当にヒステリックグラマー、僕ね服も買ってるんですけど、前から買ってるようなブランドで、アクセサリーもね結構豊富なんで、ぜひ買ってみてください。でここにねサングラスかけてると思うんですけど、これはパリミキで買いました。こうやってね、こういう風にね、つけたりして、はい、まあ半袖でもね、こういうベスト系は合うかなって思って、こういう風に合わせました。これかっこいいでしょ、こんな感じかな。でね、フレアデニムはやっぱりスタイルよく見えるよね。まあこんな感じで、これで大学に行こうかなって思うんでね、ぜひね見かけたとかあったらコメントとかしてください。というのでこんな感じかな。あ、待って、あとねここにもカラビナつけてるんですよ。僕ねカラビナとかも本当は持ってるんですけど、動画に出してなかっただけなんで、そこはちょっとねすいませんでした。なんでカラビナの紹介とかもしようかなと思うんで、ね、ぜひ待っててください。はい、ということでね、今日はこちらのコーデで大学にね今から行きたいかなと思います。はい、ということでね、大学にね向かってるんですけど、まあね、大学生全員ね共通してること、絶対そうだと思うんですけど、まずね最寄り駅に向かいますね。はい、なんで今ね、まあ自分の家のね最寄り駅にも向かってて、僕は大学に行ってた時に、最寄り駅に向かう前にあるねことをね、まあ毎日ではないんですけど、ほぼやっていたことをね、ちょっとまたね記憶をね思い出しながら、懐かしい気持ちになってねやっていこうと思うんですけど、まあさっきも言った通りね、僕がね大学通ってた時と同じようなことを、同じようなルーティンでね行こうと思うんで、ぜひね楽しみにね見ててください。でまず一つ目のやることやっていきたいと思います。はい、まあね今ちょっとねその近くに着いたんですけど、僕が一つ目することというのは、僕の家のね最寄りのローソンで、まあ、あるものを買うということで、はい、まあね買ったらねまた見せようかなって思います。ということでね、早速ね買ってきてね、ちょっとね最寄りの公園にね移動してきてね食べるんですけど、まあ、普段は歩きながら食べるんですけど、ちょっとね大学のこととか話しながらちょっと食べようかなっていうふうに思って、ちょっと公園に来てるんですけど、こちらです。おつまみタンスティックレモンね、おつまみタンスモークレモンですね。こちらを僕はね買ってね毎朝投稿してたということで、そのね懐かしい気持ちをね味わいながら食べていこうかなと思います。うますぎる。僕はね結構ね大学に行くか行かないかでね、結構親と話し合ったりしてたんですけど、僕はねもう YouTube 一本でやっていこうかなっていう風にもう最初から考えてたんですけど、親とのね、まあ、話し合いの上、まあ、大学に行きながらやるということで決まったんですけども、うますぎる、マジでもうこんなうますぎる、もう食べちゃった。これねローソンにあるから、どこのローソンでもあると思うんだけど、行ってみて、めっちゃうまいから、超うまいから、マジで行ってみてほしい。すんげえうまい、一回食べたらハマるみたいな感じかな。はい、じゃあちょっとね大学の話はちょっと向こうのね大学の方の最寄り駅に着いたらちょっと話していこうかなって思うんで、まあね大学のねその近くにはね綺麗なスポット、まあ、デートスポットっていうか、その大学内で付き合ってるカップルは絶対一回はね行くようなスポットがあるんで、そことかね行きながら僕の大学生活とか話していこうかなと思うんで、ちょっとね最寄り駅まで飛
行していきたいと思います。はい、ちょっとね最寄り着いたんで今から乗っていきたいと思います。電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅。はい、ということでね、僕がね行ってた大学の最寄り駅に着いて、今ねちょっと歩いて進んでるんですけど、懐かしいね、やばいぐらい懐かしい。まあね、ちょっとね見えてどっかなっていうのを分かった人とかいると思うんですけど、どこ大学っていうのもね、正味もうね知られても多分支障とかはないと思うんで、あえて別にどこ大学に通ってましたとか言わないんですけど、まあ分かったらね、あ、この大学行ってんだって思ってください。別にそんな大して有名な大学でもないし、こうやって行ったらやばいかもしれないけど、風やばい普通に。でちょっとね大学のね芝まで行ってまた回したいと思います。ということでちょっとね歩いてきて、もうすぐね近いんですけど、ちょっとね寒いわ、半袖できたの間違えたかもしれない。日中は暖かかったけどね、ちょっとミスりましたね。でね、このね坂がねきついんですよ。はい、でね、まあ大学に来て何をするんだって多分思ってると思うんですけど、まあね一応ねサムネに辞めましたと書いてると思うんですが、まあ正確に言えば休学です。はい、なんでちょっとまあそこはね、今ね YouTube のトレンドのね動画のねタイトルをねパクらせてもらったんですけど、まあねそこはちょっとね動画の伸びるあれということで多めに見てほしいんですけど、まあ休学ですね。で一応ね休学っていうものは、休学っていうのを知らない方に向けてちょっと話すと、なんか半年か1年で学校を行かないで休学して、その期間終わったら例えば1年休んだら1個下の学年の方と授業するみたいな、プチ留年みたいな感じなんですけど、まあそれをね今回僕休学することを決めて、まあそのね動画の最後になんで休学したかとか、そういうのはちょっと家帰って話そうかなと思うんですけど、ちょっとね疲れたわ、久しぶりに歩いて。結構ねきついんですよ坂があって、あれね、ちょっとまあなんで大学来たかっていうと、動画にもしたかったし、みんなにね僕の決意というか、まあ、熱をねちょっと感じてほしいなっていうのと、まあ、あとちょっと1年間お休みしますっていう大学の校舎に向けて頭を下げようかなということで来たんですけども、まあね校舎はこちらですっていうね風には映さないんですけど、もう近いですね、そろそろ。久しぶりに見たわ。まあね動画の期間まあちょっとだけで、ね、3日4日ぐらいちょっと空いたと思うんですけど、僕なりに考えてこの動画をね最初に出そうということで、はい、まあ、復帰というか、そんな復帰ですみたいな感じじゃないんだけど、それでね校舎の前に行って俺を押して、帰り道ちょっとプラプラして家帰ろうかなって思います。はい、ということでね今ちょっと校舎の前に着いたんですけど、校舎はね映せないんですけど、お礼していこうかなと思います。1年間通わせてもらったということで、この区切りとしてね、どのぐらいね大きくなって有名になってもう一回帰ってくるかわかんないんですけど、めちゃくちゃねでかくなって帰ってきますよ。はい、ありがとうございました。はい、ということでね大学にねひとまず1年間ありがとうございましたということで、お礼をしたということでね、でまあちょっとね僕の大学の近くに日本の観光スポットって言ってもいいようなね場所がちょっとあるんで、そこをねお散歩してから帰ろうかなって思います。ということでね、見えてるかな、はい、東京ドームシティです。東京ドームだったり、これも、ね、遊園地とかまあね、めちゃくちゃ近くに東京ドームシティがあるということで、多分ね大学多分調べてもらえば分かると思うんですけど、だいぶ絞られてきたんじゃないでしょうか。まあ別にね、まあ、大学が知られたからって何かに影響が出るとかはないんですけど、はい、まあね YouTube はね、まあ、僕の生活の一部というか、僕のね生き様ストーリーをね映していこうということで、僕が休学したっていうこともね伝えようということでこの動画をね撮ったんですけど、まあ休学した理由とかいろんなその他諸々は家帰ってねエンディングとともに話していこうかなと思うんで、最後ね家の画角まで。はい、ということでね今帰ってきてね、ちょっと着替えて、着てたものはねこっちにあるんですけど、ちょっとね今着替えてね、最後ぐらいこういうまあしっかりピチッとしたね格好を着て、最後にねなんで休学したのかとかそういうことを話しながらエンディング撮って終わりたいかなと思うんですけども、僕はねなんで休学したかっていうと、そもそもね僕は今まで小学校から高校までずっとサッカーをやってて、ずっとプロサッカー選手になりたいっていう気持ちでサッカーをずっと続けてて、でね高校でサッカー選手という夢をやめて、じゃあ次何やりたいんだろうっていう風に思った時に、有名になりたいなっていう風に思ったんですね。ってなった時に、じゃあ有名になるんだったら、まあいろいろもう僕もね YouTube とか始める前にいろいろ勉強して、じゃあもう大学行かないで YouTube やりますっていうね風になったんですけど、まあいろいろね親とも話すじゃないですか、高校終わったらとか、そういうことを話してる時に僕もね納得して1年間大学行って、大学と両立しながら YouTube をねやってったんですけど、僕もね結局 YouTube に対する熱が高くて、なんかこのまま両立してやることもできたんですけど、なんかもっと YouTube に専念したいというか、もっと全ての時間を YouTube
YouTube に時間を使えるんじゃないかって思った時に、僕はね親に相談して休学1年間させてくださいと。でね、まあいろいろね、まあまた話し合って気持ちは分かったから1年間休学して YouTube に専念しなさいということで、僕ね YouTube に専念させてもらって、いろいろね親をね口説いてというか、そういう説得とかをして、いろいろね熱とかを伝えてった時にやっと理解してくれて、じゃあ頑張りなさいということで、普通ならね僕今現役の大学2年生っていう形になるんですけど、1年間休学することによって現役大学2年生じゃなくて休学中のね大学生ということになるんですけど、休学した理由は一つね、さっき言ったもっと YouTube に時間を割いてもっと YouTube に専念したいという気持ちが一つと、あとはもっと有名になりたいし YouTube が好きだし、大学に行って両立するより、その自分が YouTube だけっていうね、そういう自分の目標のためだけに時間を割いた方がもっといい結果が得るんじゃないかなっていう風に思ったんで休学しました。まあなんでね、まあ今言ったことも結局はその時間がもっと欲しいっていうね、その時間っていうねことに多分つながると思うんですけど、そうですね、まあまとめると時間が欲しいっていう、もっと時間が欲しいとか、もっと時間を YouTube に割きたいっていう気持ちで休学したっていう感じですね。はい、まあなんでね今ね僕が休学した理由とかをね話してたんですけど、こんな感じかなということでね、まあこの動画からねもっともっとね熱がこもった動画とかいろんな動画出していくし、僕もねミスは犯すと思います。これから皆さんをね振り回すような言葉だったり行動とかしちゃうかもしれないんですけど、まあそこも僕の中でしっかり反省して、なんでこうなったとか、そういうところをしっかり分析して、しっかりね皆さんに信用してもらえるような YouTuber になりたいなと思うんで、これからもね僕のことを見守ってくれたらなって思います。はい、ちょっとねまあ長々ね喋っちゃったんですけど、これからねもっと頑張ってね僕も動画投稿していくんで、でねまあちょっと動画で言わなかったんですけど、文字形式で投稿したやつがあるんですけど、4月中は不定期な投稿になります。週3投稿とか週4投稿、または毎日投稿の可能性もあるような感じで、不定期なんで4月中はねこんな感じで行かせてもらおうかなと思います。ということでまあね、できるだけ僕もね不定期なんで、今日動画投稿しますっていうのは文字形式の投稿とかインスタのストーリーで更新しようかなと思うんで、ぜひねそちらをチェックしてもらえたらなと思います。でもねできるだけ更新頻度はね増やしていこうかなっていうふうに思ってるんで、ぜひ期待しててもらえたらなと思います。はい、ということでね今回はねこんな感じの動画なんですけど、この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もやってるんで、そちらフォローお願いします。それでは次の動画でバイバイ。